モヒに、ビシュ主人の女性の化身が、アムリタの壺を持っているアムリタ、カンロは、インド神話に登場する神秘的な飲料の名で、飲むものに節を与えるとされる。父海各藩によって醸造された。神話によると、アスラ族との戦いに疲弊した神々が、アスラ族に協力させて作ったとされる。父海と呼ばれる海に、様々な素材を投げ入れ、マンダラ山を、各藩棒に、 バースキリュウオを綱として千年の間攪拌した末にダヌバンタリガミがアムリタの入った壺を携えて出現した。神々とアスラたちはアムリタを自分たちだけのものにしようと争ったがビシュネ人の起点によって神々のものとなった。しかし神々がアムリタを飲んでいる時魔人ラーフが紛れ込んで盗み飲みした。ラーフはビシュネ人によって首を切り落とされたが アムリタの力で死なず、ラーフとケートという天の優勢となり、日食、月食を起こす悪防止となった。その後、アムリタは神々によって厳重に保管されたが、ガルダがこれを略奪した。またナーガは、アムリタの壺が置かれていたところを何度も舐めたために、舌が二股に分かれたとされる。古代インドで、ソーマ種と同一視され、神々に捧げられた参加。サンカ リグベイダ参加には、我らは相馬を飲めり、我らは不死となれり、とある。仏典では、阿密、リタと恩赦され、漢訳では、中国の伝説の飲料甘露の名で呼ばれ、甘い液で人の苦痛を治め、長生きさせる力を持つ者と返された。梵天感情のエピソードでも登場する。ありがとうございます。